村田常義大正10年2月9日は、薩摩藩藩士、日本陸軍軍人。階級は、陸軍少将。栄転は、ジュニー、君一等男爵。通称は、ゆう門、または、強左衛門の、村田中の開発者として知られる。薩摩藩士、村田蘭斎の長男として生まれる。藩随一の射撃の名手として知られ、母親戦争では、 外上一番隊長として従軍し、戸場、伏見の戦いなど、東北各地を転戦した。1871年に御新兵として上京し、陸軍不評隊員に任官する。1875年、射撃技術と兵器研究のため、フランスなどヨーロッパに派遣される。1877年、陸軍少佐。陸軍と山学校教官として、 銃の改良や射的技術の向上にあたり、1880年には最初の国産銃、13年式村田銃を開発した。陸軍省東京方兵交渉御用がかり、貴族院議員を歴任した。1890年に陸軍省省に昇進して、予備役編入となる。1896年6月5日、母親戦争、西南戦争の軍港により、 断尺を除尺。村田の兵器武器設計の研究は30年式不標準や31年式速射砲の設計で有名となる有坂成明に引き継がれた。1921年肝臓病のため死去。去年83。墓地は東京都台東区の谷中霊園。ありがとうございます。